さすが岡崎さんというようなそんなサプライズもありました改めましてようこそお越しくださいました <laughs> はいリムル役を演じております声優の岡崎美穂ですよろしくお願いいたしますありがとうございますちょっとした ハプニングもありましたけれども大丈夫ですか？いやこれすごい練習したんですよ。豊口さんが先に行くから私は真ん中に収まるんだ。そうだね。ねあんなに話したのに裏で結構ね確認してましたね。三四回しましたよね。しかも一応名前書いてあるからね。本当にびっくりしちゃった。豊口さんのとこ立っちゃったから。先輩の位置をごめんなさい。いやいや。さすが岡崎さんというようなそれ何なんですか。はい。さて続きましては劇場版オリジナルキャラクター謎の力を持つラージャ昭和国の女王。 とわ役福本理子さんですお願いしますとわ、えー、役の福本理子です、えー、本日はライブビューイングもの方もいらっしゃるということで皆さん一緒に楽しみましょうよろしくお願いしますはいありがとうございます <laughs> そして リムルが転生した際に手に入れたユニークスキル大賢者が進化しアルティメットスキルとなりましたラファエル役豊口めぐみさんお願いいたしますはいラファエル役の豊口めぐみです今日はたくさんの方にお集まりいただきそしてライブビューイングでも見ていただき嬉しいです短い時間ですが楽しみましょうよろしくお願いしますはいお三方ありがとうございますリムルとまあラファエルさんはですねある意味スタート時から二人三脚で歩みを進めてきましたが、はい 豊口さんの思うこのラファエルさんとリムルの絆っていうのはどんなものでしょう絆 <laughs> あるかな <laughs> ありますよ <laughs> あるよねあ,りますあるよねそうだよね、うん、なんだろうあの今日ミホちゃんとすっごい久しぶりに会ったんですそう会いたかったですいつ以来かわかんないくらい会ってなかったんですけど<ー>久しぶり感が全くなくて、うん、あこれって一つ絆なのかなと思ったんですけどすなんかやっぱいつもいるぐらいな感覚になってるというかそれが当たり前 みたいな感じなのは絆ってこそなのかなっていうふうにはちょっと思います。なるほど。はい。岡崎さんもなんか嬉しそうな表情をされる。いや嬉しいですよもう。はい、あの天草の一話の時なんか本当に緊張してて。 もう全然だめだったけどやっぱ豊口さんがねいてくださって私もだいぶ自分の言葉で喋れるようになってそれまでもこんな感じで現場に入って行ってたんですけど突っ込んでくださるんですよ。とか今日のファッションはどういうポイントがあるのとか <laughs> <laughs> の話題の中心にしてくださるので。 本当にありがたかったです。いやいや、いじられキャラなんですよ。違う。あ、そうなんですか。普通にいれば、いじられキャラになってたんで、みんながいじってくるから。あと、ランガの小林君がね、横に座ってたから。はい。二人のやりあ、やりとりがすごい面白い。二人の大人に、すごい面白がられています。そうやって、岡崎さんご自身も成長していたわけですね。そういやもう、だってね。ね、テンスが始まって4年ぐらい。 かれこれ、立ちますからテレビシリーズからううう、うん、アフレコ期間から考えるともう5年ぐらい長い期間、ね、つので、うん、本当に成長をずっと見守ってくださっている存在です。 はい、テンスラも大きくなったなってすごく思って感慨深いなと思って席を間違えてあの名乗るだけ名乗って全然皆さんへのメッセージ言えなかったんですけど本当にあの皆さんが一人一人が本当に愛を持ってテンスラを見続けてくださったおかげでここまで来ることができました。本本当当ににありがとううございいますす、えー、映画の方もです、ね、本当にもでね見ていて あの第三者目線であ面白いって思えるぐらいにあの文句なしにあの完成度が高いあの一本の映画となっていますのでぜひこの後楽しんでいただきたいですし我々もねトークショーでちょっと絆がまたなんか深まったような感じがして、ねはい、すごい幸せな時間を皆さんと過ごせて嬉しかったです、えー、本日はありがとうございましたありがとうございますはいではいこちらお願いします。 ありがとうございます。